皆さんこんにちは。女性は大好きな男性とはずっと話していたいと思うものです。男性がただ独り言を言っているだけでも、ちょっと冗談を言ってそれが受けていなくても、全然わからない趣味の話をしていたとしても、全部聞いているだけで楽しいから満足なんですよね。もちろん誰にでもそういうふうに全てをプラスに捉えることはありませんよ。間違いなく好きな人にだけ対する反応の仕方です。さて今日は、女性が好きな男性だけにやっちゃう特別な話し方について解説していきます。あなたに対してこんな話し方をしてくる女性がいるなら、その人はあなたのことが好きで、あなたと話をすることをとても楽しんでいるのかもしれません。こういう人身近にいますという人は、ぜひコメント欄で詳しく教えてくださいね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、名前を呼んでくれる。ネームコーリング効果というものを知っていますか？これは相手の名前をしっかり呼ぶことで好感度が上がるという心理効果です。例えば仕事中に、とか、すいませんと声をかけられるパターンがあると思いますが、これだとお互いにお互いを認識する効果がとても低いです。それに比べてちゃんと〇〇さんおはようございますとか、〇〇さんにお願いがあるのですがと名前をつけて会話をすることで、相手に対しての好感度が上がる効果が期待できるんですよね。これは恋愛以外でも同じです。仕事で仲良くしたい取引先の担当者に対しても、積極的に名前で呼んだり、会話の中にしっかり名前を盛り込んでいくことで親密度が上がっていくと言われます。あなたの名前をしっかり呼んでくれる女性や、話しかけるときに名前をつけてくれる女性は、あなたと今より仲良くなりたいと思っていたり、あなたを好意的に思っている可能性がとても高いんですね。無意識に名前を呼びたいと思える、そういう相手だということです。2、リアクションがいい。あなたの話す内容に対していいリアクションを続けてくれる女性は、かなり脈ありだと言えます。冒頭でもお話ししましたが、女性は好きな男性の話を聞いているだけで楽しいんですよ。話している顔を見ていたり、大好きな声を味わっていたり、話を聞くことで新しい一面が発見できたりもして、楽しみが絶えないから幸せなんですよね。女性は基本、自分がたくさん話したいと思ってしまう生き物です。ストレス発散や心の安定のために、自分が抱えているものを吐き出したいって思うんですよね。大好きな女友達の前でも、親友の前でも、女性はマシンガントークを繰り広げます。ただそんな女性が聞き上手になろうと自然と努力できるのが好きな人の前なんですよ。相手の男性に気持ちよく話をしてほしいから、笑顔でよくうなずくし、共感も示します。よく褒めるし慰めます。男性側の表情や声のトーンをしっかり見極めて寄り添います。少なくともそうしようと努力する姿勢があるはずです。好きな男性のためなら、女性は全力で男性が喜ぶリアクションを取ろうとするのです。3、他の人がいる場所とのギャップ。あなたのことが好きでも、それを第三者の前ではオープンにしたくないと思っている女性は多いかもしれません。そうするとその女性はあなたと二人きりの時だけ脈ありアピールをしてくるようになるんですね。つまりみんなと一緒にいる時と二人だけの時で態度に差が出てくるんですよ。例えば大勢で集まっている時に、あなたがちょっと面白いこと、もしくは面白いと自負していることを言ったとしましょう。それが周りの人たちを苦笑させて、女性もその場ではうつむいて表情を隠していたとします。でも後に二人で過ごす時間が来たら、態度は急変します。いつも通りの感じであなたがふざけたことを言ったとしても、女性はニコニコして聞いてくれるし、極端な場合は涙を流して笑ってくれるでしょう。みんなの前であなたのファンだということを隠したい女性は、そうやって態度を変えることがあるんですね。ちなみに会話の仕方だけでなく、距離感も同じです。大勢いる席では隣には座らなくても、あなたが一人でいる時にそっと近づいてきて隣や前の席に座る女性は、あなたに気がある可能性がとても高いですよ。その場に他の人が来たら、私行くねと言ってさっと離れて行ったりするかもしれませんが、結局は女性がアピールしたいのは本当にあなただけに対してなので、余計な人に余計な部分を見られたくないということなんですね。4、顔も体も向けてくれる。
あなたの話を聞くときに、女性はじっとあなたを見つめてくるでしょう。話している顔を見たいっていうのもきっと本音だと思いますが、女性はしっかり聞いているよというアピールを男性に向けてしたいんですね。一生懸命に向き合っている印象を与えたいから、間違ってもスマホを見ながらとか外の景色を見ながら適当に話を聞くような態度は見せません。また視線を向けてくれるだけでなく、顔や体も向けてくることが多くなると思います。例えば目の前に立っていなくて隣にいたとしても顔を向けてくれたり、椅子に座っているなら上半身だけ軽く向けてくれるような姿勢が見られると思います。まるで私が今見ているのはあなただけだよというアピールにも取れますよね。男性はもしかすると女性からじっと見られるとドキッとしてしまうかもしれませんが、それもある意味女性の狙いの一つだったりするんですよね。5. 声が高くなる、女らしくなる。女性は絶対に好きな男性の前では女になります。恋愛対象として見てほしいから一生懸命女をアピールしてくるんですね。例えば声が高めになるとか、声質が甘い感じになるとか、柔らかい言葉遣いを心がけるといった話し方になることが多いですね。女らしさに関しては、好きな男性の前なら自分であえて意識して変えているという女性も実際には多いですが、全く無意識のうちに変わってしまっているという人もいますよ。本能的にメスの目でオスを見ているっていうのがわかりますね。理性で動かしていないんですから。ただもしかするとこの変化は男性からは分かりにくいかもしれませんね。たくさんの女性と接していればみんな違うのは当たり前で、個人の違いにそれほど敏感に気づくことは難しいのかもしれません。もし気になるから知りたいと思ったのなら、女友達を頼りましょう。女は女の細かい部分にもよく気がつきます。やっぱり同じ女だから分かりやすいんですよね。あなたの恋愛を純粋に応援してくれる女友達であれば、きっと喜んで手伝ってくれるはずですよ。6. 何も会話がなくても退屈していない。好きな人との会話の仕方、話し方に関してここまでお話ししていますが、そもそも女性は本当に一緒にいて幸せだと感じている相手となら、無理に会話をしなくともただ黙っているだけでも幸せを感じられるものなんです。変に緊張もしないし安心できるから、好きな人の横を居心地のいい場所だと感じるようになるんですね。本当に一緒にいて幸せな人はただただ一緒にいるだけで幸せなんです。でも恋愛感情がなく親友という感覚で居心地の良さを見出してしまうパターンもあるので、少し気をつけてくださいね。男性側からすると、気を使わないし落ち着けるって言われて脈ありだと思ったのにただの友達かよと感じてしまうことがあるかもしれませんが、女性は信頼している人、慕っている人、友達として好きな人にもこの感覚を抱きます。やはり好意を持たれているかどうかの判断をするには、他の1から5までのポイントに関してのチェックも大切だと思います。以上、女性が好きな男性にだけやっちゃう特別な話し方についてご紹介しました。あなたのことをちゃんと名前で呼んでくれたり、いつも楽しそうに話を聞いてくれる人はいるでしょうか。女性は好きな人が話してくれるならどこでも話を聞きます。そして話したいと言われたら断ることは絶対にしません。カフェに行く、居酒屋に行く、映画館に行く、ドライブに行く、どこに行くのだとしても会話って必ず必要ですよね。女性は当然それを想定しています。話したくない人だったら誘われても行かないし、行っては見たけれど楽しくなかったのなら、退屈そうな表情が会話中にも垣間見えると思います。また LINE では楽しそうなのに実際に会うとそうでもないという女性もいるかもしれませんが、会っている姿が真の姿に近いはずですよ。最後に一つ、あれこれ心配しすぎてもあなただって疲れてしまいますよね。会話をしてみて合わないと感じたら、その直感を信じていいと思います。それに相手から合わないと思われたなら、早めに気持ちを切り替えましょう。次の人に可能性を見出す方がずっと効率的ですよ。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。